1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 エンジニアなし、守護天使、バグ AC なし、OK。クルシカ乙女に向かって身振りで何かを伝えている。というわけでクルシカさん変なことばかり言って、クルシカが詐欺の怪しく動き出した。何それ。不気味、笑いすぎて苦しいの。こちらを見てクルシカはピタリと動きを止めた。ふきふき、住民さん、さっきからクルシカさんが笑い話してるの、それがもう面白すぎるので、先生、首を返す、首を回転させるクルシカ。ふきゅー、もうやめてー。え、首を回転？ふきふき、全く意味がわからないが。あら、クルシカさん、体の動きがおしゃ、体の動きでおしゃべりできるの。動きは言葉で聞こえるんです。私、イルカだから耳がいいので。喋ってないように見えてイルカ語を話してたな。こんなのでクレさんすごいんです。でもそういうの我々自身しか使ってくれないの。どんな話をしていたんだ。首を左右に振っている。ごめんなさい、言えないの。クルシカさんの話ちょっとブラックだから。人間だと言え、開幕人間だと言え。人間だ、人間だ。おい、ずいぶん言うな。人間です。 SQ くくるしか。これさ、これ3人だったら終わりで。そして雑談するともうこのルーチン強くない。人間だって言うと狼から目をつけられるというデメリットと引き換えにものすごい有利になれるけれど、雑談することによってそれがなくなり、やり得になるという。食い物が作ってきたやろうが、褒めても結構慣れてくからさ。で、これラウンド3から始まる。ついてくるがいい、人狼実る。お前の命も才覚もズームに使ってあげましょう。ユリコは人間だって言ってたもんね。じゃあ、従おうじゃないか。ユリコ様に。ユリコ様万歳。人狼実る聞いて、これはチャンスかもしれない。できればユリコの申し出を受けてくれないか。受け入れる。SQ が怪しい。SQ 言わなかったもんな。怪しいな。クルシカが怪しい。待って、言わなかったら何だっけ、忘れちった。SQ クルシカシャーメイか。なるほど。お前コメント見、なんか、お前直感で見えたんかもしんなくね。言わなかったら見えないか。言わなかったって理由でちょっと疑われてるってことか。言わなかったやつらが疑われているよ。まあ俺は目立たないぞ。ちょっとシャーメイクルシカかばってたよな。よっしゃー、SQ クルシカシャーメンなので一番消えてほしいところが消えた。単純に怪しかったからです。ちゃんと、じゃあな。人狼実る、自分に食べたいことがあるんだ。少しで付き合ってほしい。今のところ人狼実はユリコと協力関係にあるだろう。だからユリコから異性体グノースについて聞き出してほしいんだ。ほら、グノースの正体の話だよ。以前のループでユリコに聞き損ねたんだろ。覚えてる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 。ちゃんと覚えてるから大丈夫。よかった。じゃあ任せても大丈夫そうだね。ユリコに聞いてみてほしい。異性体グノースとは何者なのかを。もちろんユリコのことなら簡単な取材はくれないと思う。実際私は何度も失敗しているからね。俺の知らないところで何度もやってんのか。ちなみにすまないが君に頼らせてほしい。ユリコのとこに行けばいいんだろ。スキル悲しみ。来たー、今日スキルが来たぞ。あと7個しかない。もう疑われたことを悲しいですってやる。儚げな姿は皆の同情を引き、多くの人にかばってもらえるようになるでしょう。よし、これだ。これは強い。なるほど、グノースが何者かを知りたいと。ふふふふふ。お前がですか。いいでしょう。ならばそれにたるものだほどあることを示すがいい。お前が忠義を尽くし、その身を守りきったならば、すべてが終わったときお前には教えましょう。これクリアしなきゃいけないってことかよ。いや、今までクリアしてるのにこの回に限って失敗するって怖い。
俺しかも守護天使なんだよな。待って待って、守らなきゃいけないのは誰だろう。ユリコ守らなきゃいけねえだろう。ユリコがいなくなったらダメじゃないこれ。まあ今のところまあとりあえずこのターンはユリコでいい。ステラ、くそー。でも確かにステラを守るっていう判断はなかったかもな。これは分かんなかったろうな。妙な気分だよな、ステラが今日も一緒にいたやつがもういねえんだ。ドクターシャーメイはグノーシアだった。唯一のドクターか。おそらく新ドクターだと思うんだよな。シャーメイ怪しかったし、エスクシア今結構楽しいよ。だってラブリーシルクと遊べるんだもんね。シルク力出して一緒に生き残ろう。ダメ、僕なんて足ライトになるからよく断るなお前。あでも S 級臭いんだよね。あと S 級とかクルシカだよな。クルシカ仲悪いことが多すぎる。お新ドクター止まれるやつがクルシカを、俺もちょっと疑うぜ。ずるいよー。ユリコ様はこんなに惑わされないよね。くそー、乙女は惑わされそう。お前もダメだろ。悲しむ強いな。S 級怪しいと思う。ラキオが隠しろ。コメット隠しろ。いいね。ラキオとコメットはかなり頼りになる。かわいい、このククルシカはさ、この悲しむってやつでさ、防御力が高いから、そこさえどうにか、ここでクルシカ釣れたらかなり、これ防御を落とす。S 級が苦しかったら今多分。おぉユリコに似てるジナ。レムナ。へぇー。これバカだからだろう。ジナは単純にあれでしょ、あれだし。これどっちでもいいから黙っとこう。クシカが怪しまれている。クシカは擁護する。クシカ大丈夫だ。重道とレムダンが SQ 疑っている。 SQ を守る。可愛げに騙されるなよ。ああ SQ に、え、嘘、SQ にそんな強く同意するの、ゆりこさん。この二人防御力高えな。で防御力低いけどどっちか落ちるような展開になったから。俺これあえて SQ に入れてダブルコールドスリープ狙う。あー SQ よ、あーこれククルシカに入れたらダブルコールドスリープいけたかもしんねえのに。逆だったら。でもまあダブルコールドスリープできないかもしれないからな、それも怖い。でもこれかなりもう相手は絶望的だろ。なんでレムナお前。ジノミノルさん、あの僕相談させてほしいんだ。僕気づいてしまったんだ、ユリコさんが嘘を言ってるって。だから僕はどうしたらいいんだ。本当かレムナ、消えるんじゃないか。ここでレムナン消えたらやべえな。いや、大丈夫だろ。え、今はさ、S 級シャーメイククルシカだろ、だって今回は。コメ、まあ、そりゃそうだな。え、嘘。お前、嘘。え、じゃあシャーメイドクター、え、嘘。シャーメなんで逃げだって言わなかったんだ。シャーメなんで言わなかったんだよ。やばい、俺のロジックが崩壊しそう。やべえ、ロジック崩壊する。なんで嘘をついているんだ。クソ、シャーメがそういうバカなのか、あいつマジで。いやもうなんか人間だって言わないだけで、俺自分の人間だって家の強さにを過信しすぎていた。シャーメン SQ くくるしかなと思ってた。ああ、まずいな。気づいたやついないか、今の一言で。これしかもうまい、乗っ取ったもん、単独で。単独で乗っ取ったのでかいな。
いやでもククルシカはいいと思う。ここはレムナン、これまでククルシカをに入れるっていう流れが間違ってんのか、もしかして。いやユリコは大丈夫だろう。待って、ユリコ今回大丈夫だよね。説を信じる。いやーまずい、これ説、説ククルシカ S 級だろ多分。よし、もうこれはもうほっとこう。ククルシカ予想おかしい。ククルシカ排除したい。よし、いやもう遅い、悲しむ。弁護したいけど。おい、レムナン怪しいだろ、これ。レムナン全然ダメだわ。え、てか、レムナンがさ、臭え。普通にレムナンが臭い。ユリコが確証がないにしても、レムナンの方が全然怪しいよ、これ。え、今回に関してはユリコはね、黒と見せかけて白いと思う、俺、普通に。だってさ、ククルシカが正しくない場合、他全員が間違ってるってことでしょ。こんなに必死に悲しんでるけど。嘘だって分かってるからな。レムナンがユリコ。待って、これ待って、これはまあ終わらないよな。俺に入れたんだ、俺に入れたんだ、誰だ、俺に入れたの。重道か、あいつクソだな、マジで。俺噛まれないよな、大丈夫だよな。ジーノミドル、お前の意見は必要ない。ただ恐れぬこと、それだけを心がけなさい。え、なんか大丈夫そうじゃない？恐れぬな、恐れぬにユリコに守れ。ラッキーをやられた。ラッキーをまた私は失敗したのかな。これ待ってくれ、説が強敵すぎる。これ説おそらくあんまり怪しまれてないだろう。俺説怪しいって言いたくねー。すげーヘイト回想で、刹那で終わんない場合、レムナンなんだよ。誰か仲間になってくれるんならば、俺と仲のいいのはユリコ。ジナと仲悪い、ジナ生存している。ククルシカはグノーシアじゃない。嘘だ。嘘なんだ。ということは、乙女が嘘をついている。キューンって言われたらな。人道の意見を支持します。お前たちも従うがいい。ユリコ強えわ。ダメだ、絶対に守る。重道いいとこあるじゃん。ダメだ、クソ。乙女に入れてくれたがマシだったな。マジか。ジナが怪しい。ジナに行こう。ジナだと思う。いや、ジナに行くしかない。ちょっと一旦、これジナに行かなかったらユリコやられてたよきっと。どっかで刹那の嘘に気づかないときつい。これ刹那が、おい、ユリコが敵だと思ってたら刹那が敵になってるんだけど。刹那は邪魔すんなよ、ユリコの話。ユリコのこと気出してほしいって言ってただろ。お前が邪魔で気出せねえかもしんないんだぞ。刹那に相談しに行こう。自分はグローシャルと言ってくれ、今回は。あ、嘘。じゃあもう誰だ。じゃあもうあれだ。じゃあもう刹那で終わる。ジナはグノーシア。ってことはお前の中ではシャーメイとジナがグノーシアだと。シャーメイ、ジナ、グノーシアで残り1。いや、ユリクは黒いか黒くないかはともかくとして、説は黒確定なんだよ。説がおかしい。まずい。マジか。
疑ってるやついねえのか。いいぞ、もう一人相棒、もう一人の俺、さすがだ、唯一の仲間だ。頼む。なんでユリコを邪魔するんだ、お前俺の相棒だろ、ついてきてくれよ。おもう俺についてきて、もうユリコについていくのはいいけど、俺にはついてこないっていうスタンスか。ユリコ自分についていくってだけか。ちょっと喋りすぎたな。よし、セス、多分セスに行ってくれ。いや、これでかいのが乙女が茂道に入れている点。乙女の票がセツになるから、セツは1票増えるだろう。で、俺はセツに続けるから2票確定で、で、シピが入れてくれ、そのまま入れてくれたら3票入るじゃん。だからこれセツ落ちるはず。茂道、お前危ねえんだよ、俺に入れるなよ。他のやつが入れたらどうすんだよ。だからこれセツで OK。せず自分から行く、もう弁護する。ここはちょっと、ここはもう言いまくる。村から切られる状況じゃないから。マジか、これだったらダブル、だったらダブルでいい。全員と凍結できたい、全員冷凍させたい。頼む、シピナイス、賛成、反対、賛成、ナイス、よし、よっしゃ。やべ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 、終わらない、やばいやばい、終わらないよ。なんで終わらないんだ。いやー、ユリコだって。いやでも茂一も俺にばっかり言ってたらしいんだよな。ちょっと俺に入れないでくれ、茂一。なあお前、こんなところでブラブラしていいのか。え、待って、やばい、もう相棒以外信用できねえ。相棒だけはちょっと信用してる。相棒！もう意味わかんねえ！もうダメだ！いや、俺にしかいれねえんだよ、茂道は！やべえ、死ぬかもしれん。好きなやつとかいる？いるよ。俺、茂道が好きなんだ。茂道、俺、茂道が好きなんだ。ユリコに入れようぜ。ユリコに入れようぜ、茂道。いや、待って、茂道なのか。じゃあ、待って、かける、じゃあ、茂道にするんで、いや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 、俺以外だったらいいよ、もうしょうがねえ。いや、最後まで俺とユリコが生き残るのが目標だとしたら別に死ぬ、そう、俺とユリコが生き残るのが目標的なんだから、俺とユリコが生き残ればいい、とりあえず。とりあえずそれでいこう。で、ユリコは死ぬなら信じる。俺が疑われてることが本当に悲しい、本当に悲しいよ。人狼ミノル疑ってるようではこの世の名も知れたものね。でしょう、ゆり子さん、さすがだな。この名を人狼ミノルに委ねます。たとえ人狼ミノルはこの世の破滅に導くとしても。ありがとう、委ねてくれてありがとう、英雄ミノル。誰が凍るべきか自明です。投票始めるがいい。茂道は一生俺に似てくるから。これさ、これユリコにした場合どうなったんだろう。俺のことを信じられなかったら嬉しいな。俺のセブだから反省タイムだ。じゃあな、茂道、言われた通りユリコと俺で生き延びたぞ。たった二人でご苦労、ことここに至るまでのお前の尽力認めてやってもいいでしょう。いやー、でもユリコさんとだけ。さて、確かグノースのことを知りたがっていましたね。ならばまずと、お前自身はグノースとは何者だと考えているんですか。異星の侵略者。とりあえず俺は
無知な人間ぶる。もうグノーシアは異星の侵略者だと思うし、地震は安倍晋三が起こしてると思ってる。異星体グノーシアは未知の星系からの侵略者なんだろ。侵略者ですが、人狼実るも意外に無双化なのですね。残念ながらこの宇宙には地星体と呼べるものは人間しか存在しない。どこまで行こうがいるのは人間だけ。全くつまらぬことです。人間っていうか地球人のことを言うんじゃないのか。異星の人も人って書いてるから人間なのか。グノースの正体は電脳化された人間です。電脳化された人間。電脳化によってなんとか計算領域に保存された無数の人格、それらがつながり合うこと、一つの意志、欲望を持った。これは話が難しいぞ。グノーシアは電脳化されて、しげみちもなんかそんなこと言ってたな。己自身ではさらなる肥大、より多くの人格とつなることをグノーシアは望んでいます。それにグノーシアを作り出した。己のことにさらなる人格を大量に送るために。じゃあなんでそれで殺しをするんだ。グノーシアは電脳された人間の集合体。集合体。この目は、星船の巫女、多くの人間を電脳化を施してきました。そして電脳化した者どもがどうなったのかを見てきました。あー、なんかさ、前にコメットをさ、破裂させたみたいなさ、グロいシーンがあったけど、あれ、殺してるというより電脳化してるっていうことか。肉体を消し去って、魂というか電脳して、まあ、それを死んでると見るか、なんか転送してる、魂を転送してるか。グノースに取り込まれたものは程よく自我を遂げてとても幸福そうでしたよ。死んでるけど電脳としては生きてる。だからジェミル、お前は違う。あ、俺は特別な人間らしいぞ。俺は特別なんだって。絶対そういうことでしょ。たとえ消えたとしてお前はグノースの元にはたどり着けない。そもそも、え、この船にグノーシアが称するのは人狼を実るお前のためなのですよ。やっぱグノーシアだったし、くっそ。な、シャーメイとくぐるしかなんで言わねえんだよ。しかも新ドクターのくせに言っときゃよかったんだよ。バカだな、あいつ。いや、だってさ、しげみちは一生俺に入れてくるうんこ野郎だしさ、シャーメイとくぐるしか言わねえしさ、レムナンだって怪しかったんだよ。レムナンだってなんかさ、シャーメイとくぐるしか守ってたし、まあ、結果としてお前が正しかったんだよな。結果として、ユリコ怪しいって言って、その、シャーメとクルシカ守ってたレムラン正しすぎたんだけど、俺にはそうは全く見えなかった。ユリコがそんなことを。